羽入血弦のお殿様姿も解禁。との利息でござる。の本予告公開。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月14日に公開される映画、との利息でござる。 本予告映像が公開され映画初出演となるフィギュアスケーター羽生結弦の音の様姿がお披露目された。安倍サダ尾が主演を務める同作は、江戸中期に実在した庶民9人が、半に占両イコール3億円という大金を貸し、その利子を全住民に配る宿場救済計画を実行するストーリー。本予告映像では、 時代劇らしからぬコミカルなやりとりがたっぷりと描かれている。同作でスクリーンデビューを果たす羽生が演じたのは、殿である仙台半々主の伊達重村。今回の本予告で羽生の出演シーンがついに解禁され、凛々しい表情で、重村である、と、殿を演じる姿が確認できる。映画、殿、利足でござる。は5月14日に全国公開。 羽入結弦プロフィール宮城県出身。2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平小オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック二連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。